はい、岡島クリーニングの岡島博史です。いつもご視聴ありがとうございます。前回アイロンをかけた浴衣を今回は畳んでみたいと思います。ゆっくりやりますのでよーく見ていてくださいね。それではやってみたいと思います。まず、アイロンかけたこのままの状態で、これ右側なんですけど、ここの裾、2番目のこの折り目のところ、こっちはここのたもとの下のラインなんですけど、たもとの下のラインをこう持ちます。こうやってね、こうやって持ちます。この上の方は別にどっちでもいいんで、とりあえず下の方からいきます。で、ここを裏側に折ります。で、ちょうどここ襟の裏側ですね。で、そうしましたらこの向こう側の端を持ってきて、ここに合わせます。同じように合わせます。はい、ここまでいいですか。これ今下をやってますよ。で、そうするとここに縫い目があるので、この縫い目を持ってですよ、この縫い目だけ持ってここへ置きます。はい、これで下半分ちゃんと畳めました。で、このまま崩さないようにこっちのを持っていきます。で、あと上半身です。上半身はここで、まずここの手の中に入れて、ここがシワがないかよく確かめて、はい、で、これ先ほどここ両方襟合わしましたよね。これを崩さないように、さて、ここです。この襟の一番上です。中へ折ります。こういう感じで、わかるかな、こう折ります。ただここを指で押さえてて、こっち側もここの上に同じように折ります。その時にここの中が崩れないように、中がシワにならないようにやります。はい、ここまで来たら今度上からこれかぶせます。はい、でこれ背中を出します。よく触ってみて、ここの中がシワができないように、はい、はい、大丈夫そうです、大丈夫そうですね。で、ここタモと合わせて、はい、という感じで、はい、なるべくシワ作りません、作らないようにいきます。はい、大丈夫。袖をこの上まで持ってきて、もう一枚、これ合わせの着物だと逆にやるんですけど、まあ浴衣だからここを2つ合わせて、で今度こっちですね。はい、でここを一回開けます。開けてここにシワになってるところが必ず出るので、そしたらちょっと手前に引きます。これ手前に引いてちょっと調整します。はい、いや、この浴衣はねよく合いますね。上下だいぶ仕立てがいい浴衣ですね。で、これここで半分、ここの襟の下から半分、はい、こうなります。はい、そしたらこのたもとのところのラインで半分です。はい、これで完成です。皆さん、頭こんがらがらないように一生懸命見て畳んでみてください。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつもありがとうございます。